公明党が賛成したのは、22年度の子ども手当法案であり、23年度以降の法案を含めて賛成したわけではないということを明確にしておきます。以上が公明党が本法案に賛成する理由であります。最後に民主党に一言申し上げます。本法案の質疑の中で、これまで我々が進めてきた5回の児童手当拡充のうち、法改正を伴う4回の拡充にすべて反対した唯一の政党が民主党であることを指摘し、その反対理由について伺いました。長妻大臣は、給付内容が十分ではないということ等で反対をしたと答弁をしておりますが、これについては全く納得できません。もう一度当時の議事録をよく読んでいただきたい。当時の議事録には、選挙を意識しすぎて、慌てて請求にいわゆるばらまきというようなものにつながるような形でなどと、複数の民主党議員が我々の拡充案をばらまきと批判しているわけではありませんか。猛省を促したいと思います。私たち公明党は、これまでの民主党が行ってきた反対のための反対はいたしません。今回の子ども手当法案に限らず、公明党が国民生活を守るために重要だと思う政府の施策については、賛成するものは賛成、修正すべきものは修正を要求していきます。道理党略ではなく、国民のためという政策判断の基準のもとに、本修正案に賛成することを申し上げ、私の討論を終わります。